皆さんこんにちは、マッティです。はい、ということで、イザノの TV、久しぶりの、動画の投稿となるわけなんですけれども、まあ、正直なところやることがなかったということですね。で、まあ、今ドッカンフェスとか、あられちゃんコラボガシャとか来てるんですけども、まあ、そちらはね、12月の方で、回していこうかなと思ってるので、でですね、まあ、今ブロリーのイベントが来たと、まあ、ブロリーのイベントというか、まあ、親子三代カメハメハのキャラの、ドカン覚醒のイベントが来たということで、まあ、そちらの方をですね、今は、周回してまして、で、まあ、悟空、悟飯、悟天とこの3体が、まあ、ドカン覚醒すると。で、まあ、新しくこの SSR のビーデルと SR のトランクスがドロップキャラで出てきて、あとシャモっていうのがね、あの劇場版に登場したキャラですけども、そちらの、結構強いですよね。こう2ターン敵のアタックとディフェンス 30% ダウンっていうのは、まあ、そういうサポートアイテムが追加されましたということで、まあ、で僕ずっと今さっきまでこれでずっとやってて、ようやくですねこの3体の僕この3体持ってるんですけども、覚醒メダルをですね集め終わりました。それがこちらです。ドン。はい、ということでね、結構時間かかったんですけども、まあこれ悟空が7枚、これ結構出たんですよ、9枚で午前が7枚と集め終わることができました。ではね、早速覚醒していきたいんですけども、まあ、こちらの5点はですね、リーダースキルが、まあ、パーセンテージが 7% に上がったと、属性関係なくキャラクターが取ったキダマ1個につき 7% アタックが上がると。で、まあ、対属性のキダマを虹に変えるということで、まあ、あと暴走無効と。ということで、まあ、これやっぱりあの天界寺武道会のリーダーに使えるかなといった感じですね。属性関係なくっていうところと、あとまあ限界突破とか魔人ベジータと、ね、相性がいいので、まあ、こいつは次の天界一武道会ですね、のリーダーとして連れていこうかなと思っております。でこちらの今回 あのキャラクターたちの土管覚醒後の絵がですね、あの劇場版のブロリが2回目ですね復活した時の危険な2人挑戦者眠れないっていう時の扉絵といいますかポスターですねの絵柄になっているということで、非常にかっこいいですよね。で、なんか、しかもちょっと、可愛くしてますよね、なんかね。で、なんかこの、他の2人は、ちょっとまあ、幽霊っぽくなってるっていう感じなんですけども、じゃ次はね、ご飯の方、やっていきたいと思うんですけども、まあ、このご飯はですね、まあ、リーダースキルはあまり使わないんですけども、このご時世といいますか、ドッカンバトルの、あれで使えないんですけども、やっぱリンクスキルがですね、あとね、必殺技発動すると 90% 上がるってなって、で、もともとこのキャラクターすごい火力が出てて、あのバーニングファイト持ちの中ではダントツ1番だったので、まあ、今回限界突破もついて、即属性なので、まあ、ベジットサンドとも使えるので、まあ、結構使えるかなって感じですね。さっきの5点は展開で使いますけど、この5点は、まあ、ブロリーのイベントはもちろんですけども、まあ、普通のクエストとかイベント周回するときにも、使えるんじゃないかなと思いますね。カメハメハリンクもあるんで、結構即属性今ね、優秀なキャラクター揃ってきてるんで。はい、で、次は悟空ですね。まあ、この悟空は正直、どうなんですかね。リーダースキルが結構その、なんだ、70% アップリーダー持ってない人とかにはいいかもしれないですね。これをリーダーにして、フレンドにスーパー EC の持っていけば、それで全体が 100% 上がって2倍になって、で気力も3で、でもこいつも限界突破ついてたりとか、結構あの気力リンクスキル優秀ですから、結構使えるんじゃないかなと思うんですけども、絵柄かっこいいですね。ちょっと2人がなんか死んじゃったみたいになってるんですけども、はい、まあ、こちらもね、ドッカン覚醒させていきたいと思います。いやー、一気に、ちょっと豪華ですね。贅沢してる気分ですけども、一気にこの3体ダダンと、新しいキャラクターをドッカンできるというのはなかなかないので、新規の。はい、ということで、まあ、バーニングファイト持ちキャラが、まあ、これぐらい充実してるんですけども、まあ、こいつらがドッカン覚醒したということは、このイベント来てるということは、あれですよね。あの力属性のブロリーが、救済というか、さらなる進化をするんじゃないかっていうところ期待できますよね。やはりこれスペック的にはやはり魔人ベジータに攻撃力が若干劣るっていうところと、あと気力のね補正がないのでちょっと使いづらさがあるんですけども、まあ、そちらの方をね改善してもらって伝説のスーパーサイヤ人としての威厳を取り戻してもらいたいなというところに期待しております。
まあね、まだこれからドロップするキャラクターを集めていかなきゃいけないんですけども、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。